おはろうトレイン、どうも、雄大鉄道のデイキです。今回はここ北海道新幹線と函館本線の駅、新函館北斗駅から新青森駅まで新幹線に乗っていこうと思います。北海道新幹線といえば、青森県にある新青森駅から青函トンネルを抜けて北海道の新函館北斗駅までを結ぶ新幹線ですが、北海道新幹線内で完結する新幹線はわずかにしか存在せず、この新函館北斗駅から出発するほぼ全ての新幹線が東京駅まで向かいます。今回乗るのは北海道新幹線直通のはやぶさ号の中でもほぼ最速達の新幹線、はやぶさ40号東京行きです。これに乗っていきたいと思います。この新幹線は新函館北斗駅を出発しますと、東京までの途中の停車駅は木古内、新青森、盛岡、仙台、大宮、上野の順に停まってまいります。使用車両は JR 東日本の新幹線車両の主役とも言うべき車両 E5 系新幹線。この新幹線の特徴は何といってもこの長い鼻で、この長い鼻のおかげで新幹線としては最高速となる時速320キロを叩き出しているわけです。ただし北海道新幹線内では貨物列車の筋の関係上140キロから160キロと王子の北陸特急白鷹号とほぼ同じ速度で運行されており、自慢の高スピードを発揮できないのが難点です。北海道新幹線のスピードアップのためにも貨物新幹線車両の早期開発を望みたいところです。列車はもう間もなく北海道新幹線の終点新青森駅に到着するわけですが、この動画を撮影した当時は新青森駅に到着するシーンがうまく撮れなかったため、到着シーンとエンディングは盛岡方面からの映像を代用してお届けしてまいります。というわけで列車は新青森駅に到着しました。新幹線で青函トンネルを抜けるのは初めての経験でしたが、迫力があってかなり良かったですね。個人的には運転席からの風景が楽しめるモニターとそれを撮影するカメラがあればなお迫力満点のシーンが楽しめたかなと思いましたね。今度北海道新幹線に乗るときは新幹線一の秘境駅である奥津軽今別駅にも行ってみたいものです。というわけで今回はこんな感じなのですが、この動画がもしいいと思った方は高評価、チャンネル登録と私デイキの X のフォロー、ぜひ動画概要欄からお願いいたします。
それではまた次回のゆうだい鉄道の動画でお会いいたしましょう。さようなら、トレイン。